高知県の軍、人口15,575人、面積 376.9km、人口密度41.3人、経平方メートル、以下の二丁一村を含む、1879年に行政区画として発足した当時の軍域は、上記の二丁一村のほか、下記の区域にあたる、土佐国内の軍で最大の面積を有した。 南海道でも室軍に次いで広大であった。古くは旗軍とも書いた。平城宮跡で出土した木管に、旗軍島田里と記されたのが、旗軍の存在を示す、最も古い証拠である。国軍里政が施行されていた、大宝元年から霊気元年のものである。今ある文献で初めて記すのは、上元2年6月29日。 とせ国旗軍の知事長を制役員に与えたことを記す日本三大実録である。式内社演技式新名帳に記される軍内の式内社 1, 1中村 2, 宿門村 3, 佐賀村 4, 白高村5.75村 6, 入野村 7, 田の口村 8, 下田村 9, 東山村10、わらび岡村 11, 山中村12、東上山村13、西上山村14、蘇川村15、高川崎村16、津村17、大川筋村18、あと、 川村19、八塚村20、伊豆田村21、上田村22、清少村23、三崎村24、下川口村25、月名田村26、沖野島村27、屋内村28、小津市村29、和田村30。 京城村31、平田村32、山名村33、中筋村34、東中筋村35、三原村36、工藤村。ありがとうございます。